はい、皆さんこんにちは。 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はコードチェンジ、実際はどうやって一瞬で取り替えてるんでしょうか。この辺をですね、あまり語られてない部分ですが解説してみたいと思います。今回使用しますギターはこちらです。エルビスのエリート2、カッターウェイ付きの、トップがスプルース単板、サイドバックがマホガニーの、このギターを使って解説したいと思います。はい、コードというのは曲の中にたくさんこう出てきますよね。で、弾き語りするときはそのコードをジャカジャカと弾きながら変えていくっていうのが、まあ定番っていうか、まあそういう演奏方法なんですけども、その時にコードチェンジ、C から G に移る時とか G から D に移る時、一瞬で取り替えるのはなかなか難しいですよね。じゃあどうしてるんでしょうかというところなんですけども、コードチェンジの1個前、コードをチェンジして C のコードを弾いてて次に G に行く1個前の音、ということは4拍目の裏の音になると思うんです。16ビートだった場合は4拍目の、裏の裏、16分音符ですね。その一番ギリギリのところの音を開放弦にするんです。やってみましょうか。C で1小節、次 G で1小節、8ビートでダウンアップで弾いてみたいと思います。はい、わかりましたでしょうか。今変えるところで音量をわざと大きくしました。これ実際わざと大きくすると目立つので、実は音量は下げ気味に、目立たないように開放弦を入れるんです。入れてみますよ。はい、わかりましたでしょうか。ゆっくり弾いてみますね。まあ、ここまで開かなくてもいいですけど、分かりやすいように今開きました。次のダウンが、G です。こうですね。はい、というふうにですね、開放弦が入ってるんです。で、この開放弦の間に次のコードのところに指を持っていっとく。開放弦ですので、どこも押さえずに指は自由に次のコードの準備ができるというわけなんです。で、コードチェンジの時に一番大事なのはコードチェンジしてすぐの最初の音なんですね。小節の頭、まあ、もしくは3拍目とか、まあ、その時にいろいろあるんですけど、そのコードが変わった最初の音をズバッとしっかり入れると、あ、ちゃんと弾いてるなという風になります。で、その1個前の音が開放になってても、次の頭がしっかりなれば目立たないですので、これをやっていただくというのが今回の一番のお話なんです。で、この開放弦入れるときに、開放弦というのはどうしても音が大きくなりがちなんです。押さえてるよりも離した時の方が音量大きくなりがちですので、なるべく弦に軽く触れるぐらいの感じ、こちらのピッキングですね、ストロークでアップで上げるときはなるべく軽く触れる状態ぐらいでやっていただくといいです。こんな感じですね。はい、わかりましたでしょうか。こういうふうにやっていただくといいんです。ということで、前回この BJ のアコースティックギター講座でやりました、コードをダウンストロークで押さえる、アップストロークで離すっていうお話なんですけども、それをやってた方は今回のがやりやすいと思うんです。そのまま C を押さえて1234 1234 1234という風
風に前回やったのにストロークが加わったようなイメージで弾いていただくとこれは完成すると思います。で、C と G だけじゃなくてですよ、それ以外のコードも全部開放弦で一旦、手を離しといて次のコードの準備をするという風にやっていただくと曲が綺麗につながると思います。今までコードチェンジなんかぐじゃっとなってる、しっかりとしたコードチェンジができたかったわという方はこれを実践していただくといいと思います。ダウンとアップのこの離すタイミングを抑えるタイミングですね、抑えながら弾いてぐちゃぐちゃってなったり離してる途中でアップしてるとかではダメなんです。しっかりと抑えて弾く、離して弾く、この辺のメリハリ、右手と左手のコンビネーションですね、これの1個前の動画を再度見ていただいてその練習法をやっていただくといいと思います。テンポの速い曲もとりあえずゆっくりしたテンポからスタートしてですね、これを間に全部入れていただく、開放弦を入れていただくと、綺麗に音がつながるようになると思います。はい、教則本にはあんまり載ってないと思うんですけども、ビートルズのジョン・レノンですね、よく聞いていただくと、あのジョン・レノンのギタープレイは開放弦が大きな音で入ってますので、あ、開放弦入れてるっていうのが聞いていただくとわかるかと思います。はい、ということで BJ のアコースティックギター講座、今回はコードチェンジの要ですね、やり方についてのお話をさせていただきました。今回使用しましたギターはエルビスのエリート2、トップがスプルース単板、サイドバックがマホガニーですね、片上のついたタイプです。このギターの詳細につきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、そちらで確認いただければと思います。ということで VJ のアコースティックギター講座、今回は以上です。ではまたお会いしましょう。さようなら。